おはようございます。マラコです。今日は、ついにね、船券を買っていこうと思います。やっぱこの船券を買う上で見るポイントっていうのを、まあ、前回の動画と前々回の動画で、説明させていただいたんですけど、こういう条件を見て、絶対当てれるなっていうレースを探したいと思います。勝てる確率の高いレースを、こういう条件を全部加味した上で、まあ、1レース、もしくはその2レース、3レースってあったら、勝てるっていう自信があるやつは、買っていきたいと思います。まあ、最低でも1レースはかけます。で、当たっても負けてもあげるんで、取れたかない時もあるかもしれないんですけど、その辺は、ご了承ください。自分の中での、当たる確率が高いなって思ったのを買っていくので、あと買いたいと思うのは、同期が走ってるレースっていうのも、買っていきたいなと思います。やっぱ僕もね、一番近い距離の人が走ってるレースをこう楽しく見れるんで、同期が走ってるレースの中で、ちょっとこれ、同期来そうなんじゃないかなっていうレースをピックアップして、買っていきたいと思います。はい、じゃあそれなんで、まあどこのレース場のどのレースになるかわかんないんですけど、ちょっと今からいろんな出走表を見て決めていきたいと思います。それでは、バイバイ。まだだっけ？これからだっけ？すいません。早速、やってるレース場から見てきますね。ルーキーやってるとこあるんですよ。芦屋とかね、あるんですけど、芦屋の中でいいレースだったら買います。芦屋は何人か走ってるの分かって知ってるんで、芦屋。あと、浜名湖。浜名湖と芦屋は走ってますね。あ、常大も走ってるっすね。ちょっと、芦屋で見ます。芦屋。ルーキーなんで。芦屋ルーキーの、いや、もう4レースまで終わってんのか。5レース。お、コーいるっす、コー。コーが5号艇。なるほどね。外側がルーキーで、内側が女子戦。あると思いますね、これ。芦屋5レースありかもしんないっす。内側女子の、はい、3号艇の子は多分新人の子なんだよな。ちょっと待ってくださいね。もうすぐ多分展示が始まるんで。いや、もう終わってんじゃん。おー、なるほどね。まあ、足は1が強いんで、インの倉持さんはちょっと有利かなと思うんですけど、スタート含め、エンジン含め、ちょっと良さそうなんで、なと思うんですけど、3号艇の中尾選手の実力っていうところもそうですし、モーターは普通で、スタートがね、平均スタートめちゃめちゃ遅いんですよね。結構遅いんで。いや、これ外に展開向きそうだ気はしますね。あ、これありだな。こう5号艇で頭あるかもしれないですね。これ4が伊藤さんスタートどうなんだろう。まあ、福岡の選手なんで行ってくれるんじゃないかなと思うんですけど。でも3は凹む展開がある気がします。なんで、ちょっと足屋予想してみますね。足屋。なるほどね。まあ俺の展開で言うと、まあ、インが逃げるのはあるんですけど、まあ1415っていうのは多分固いと思います。145154は固いっていうところで、だけど、その4の覗き具合にもよるんですけど、1がこういったところを4がまくり出して、41、まあ415とか、451とか。で、その中で4の展開を、4と1がこういってるところを5がまくり出したら、5ターンもあるんで、514、541とか、この外側がのチャンス作ることで6も3着あるかなと思うんで、6の3着付けも、ちょっとどういう組み合わせにするかわかんないんですけど、何点か買いたいと思います。あ、これ、来そうな気がしますね。しかも、もう早速始まるっていうかギリギリなんですけど、買ったら間に合うんで、ちょっと買ってきます。試写始まったぜ。芦屋5レース。ここには5号艇佐藤光がね、出場してます。まあ多分映像も多分この辺にあげると思うんですけど。いやー、来てほしいなー。一応資金配分はしたんですけど、オッズ低そうなところは多めに。頼む！4角の伊藤さん。そして、5号艇の佐藤浩。で、まあね、足は陰が強いんですよね。陰が強いし、水面特性的にも陰が強いし、で、1号艇倉持さんということで、硬いとは思うんですよね。陰逃げは。だけど、スタート体型でばらつく場合があるはず。頼む！へこめ！伊藤さんいける！伊藤さんいける！いけ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 ！へこんでる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 ！うわ、上上上上！ 3、4上！よし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 ！5させ5させ！うわー、一番硬いとこ来たー！ 145、154！ うわ、オッズ何倍だろう？やばい !6 来た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 ！おい、コー頼むぞ！おい、3着に入ってくれよ、さすがに。買ってるんだけど、俺。6は買ってない、6は買ってない。
こう頼む、抜かせ、頼む、こう頼む、よしよしよし、おい、こう、負けんな、おい、負けんな、こう、頼む、ここだよ、おい、3着来てくんないと外れるんだけど、こうが3着に来てくれれば、入る。うまい、こう、うまい、バカうまい、やばい、こんなうまいと思わんかった。え、めちゃめちゃうまい。いや、めちゃめちゃうまいわ。さぜ。よし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 。ナイスナイスナイス。頼むぞ、3着頼む。いや、多分大丈夫。俺は信じてる。いや、だけど競ってんな、だいぶ。頼むぞ。こう頼むぞ。まくられるなよ。ナイスライス。大丈夫大丈夫大丈夫、直線大丈夫、直線大丈夫、うまい、こううまい、よっしゃー、的中。ちょっとオッツは何枚か分かんないんですけど、あれ買ったよな、どっちだっけ、ちょっと待ってくださいね。145買ったよな、1000円、多分一番オッツ低いと思うんですけど、でも1000円買ってるんで、頼む、一番人気だね、7倍、一番人気7倍、でも1000円買ったから7000円だよな、待ってくださいね。しゃー、的中、7000円的中です。ありがとう、ありがとうございます。やっぱ3がへこんで4がいくっていう展開で、ね、そっから4と5がどう順番で来るかっていう感じだったんですけどね、3着争いヒヤヒヤしましたね。こうナイス、3着入ってくれると思ってたんで、1000円145、的中です。よかった、この展開はね、読みやすかったですね。ちゃんと3が遅れて4が行ってっていう展開です。はい、じゃあ次のレース探していきます。はい、次浜名湖、浜名湖1レース。ここにはね、同期2人、大石と生田、大石真央と生田はみねが走ってるんで合います。大石ね、2号艇まだ1着取ってないんで、1着狙いに来るんじゃないかと思います。前の前日とか見てたんですけど、行き足がいいんですよね、大石のエンジン。それなんで、スリット近辺ぐらいからちょっと覗く感じがあるんで、直まくりいけるんじゃないかと思います、これ。大石も多分スタートも結構行くと思うんで、2からの直まくり予想して、2頭。で、どう来るか。幾田がね、3着とかに絡んでくれたら嬉しいんですけど、まあ6からのね、3着は本当にもう1着と同じぐらいすごいんで、幾田の3着買いで、大石の頭買いでちょっと買ってみたいと思います。だけどね、どういう展開になるかっていうところですよね。まあ5とかもスタート行ってくれと思うんで、まあ外も展開はでも追い風なんでね、浜名湖。やっぱ内側が有利。大石が行ってほしいですね。ちょっと買います。大石が来なかったら終わりなんですけど、でもまあ100円でね、買わせてもらいました。いやでも直まくり行くと思うんだよ。直まくりからの展開はちょっとわかんないんだけど、2が直まくり行って、まあ2、3、4。でも、幾田は3着来てほしいんで、23の56、24の56で勝ったと思います。ちょっとね、そこは、期待を込めてのね、展開なんで、満州狙いですね。満州狙いの2の直まくり。そこに追随する皆さんっていう感じで、買わせていただきました。頼む、起きててくれ。寝てるなよ、大石。さすがに起きてるか。大石、頑張ってくれ。行き足分覗いて直まくり行け。そしたら絶対勝てる。5の中村選手もスタート、行ってくれると思うんで、6も展開あると思うんですけどね。展示の体型だったら、4がへこんで、5が早かったんで、5、6展開あるかなと思うんですけど。いやー、浜名湖走りたくなるんですよね。やっぱこの水面見ると。行こう。大石真央。離れもいいんだよな、多分。コース取れるんじゃないか。うわ、3へこんだ。おー、入れてくれた。優しい泉さん。入れてくれるんだ。優しすぎる。枠なりですね。頼む、マジ頼む。そこまで期待してない船券なんだけど、一口100円なんでね。だけど勝ってほしい、多いし。いや、ちゃんと全速でスタートいけば絶対覗けるんだよな、足的に。なんか良かったもんな、スリット近辺。わからんけど。いけ、おいしー、頼む、いいよ、いける、そのまま全速、逃げ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 、よし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 、いった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 、おいし、じか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 、次回行け次回行け次回行け、遅い、いや、でもある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 けど、5が来たー、2323、いや24か、おいし、ちょっと遅いんだよ、握るのが、頼むぞ頼むぞ、こっから、おいし、上だ、ぶち逃げぶち逃げ、させ、
うわー、4かよ。おーいっさー、1マーク見えたのにな、2頭完全に見えた。もっとぶちねぎんないと。うわー、245だったら多分買ってたぞ、俺。買ってないかな。うわー、マジか、45かよ。さすがに買ってねえ。425は買ってないって。2頭しか買ってないって。終わり。おーいせー、1マーク絶対1着いけたって。あそこもっと迷わず逃げる。あらす。ナイスラン。だけどナイスラン。ナイスランなのは分かってる。はい、ということで、もう負けたんで、終了です。はい、もう負けたら終わりです。そこで、勝てるレースを狙って、やっていくっていうことだったんで、負けたらそこで終了ですね。なんで、今回は2レースだけだったんですけど、1勝1敗っていうことで、終わります。勝てるレースを何連勝できるかっていうのをやりたいんですよね、僕は。だから、勝ち上がりじゃないですけど、負けたらそこで、その日の船券買うのは終わり。勝ち続けれるか。本当に厳選して、勝てるレースを選んで何勝できるかっていうのをやっていこうと思うんで、今回は1勝だけで終わったんで、次2勝できるようにね、頑張っていきたいと思います。やっぱどうしてもね、同期が走ってると買いたくなっちゃうんで、同期が走ってる中でできるだけ勝てるレースを探していきたいと思います。やっぱ同期が走ってて熱を持ってボートレース見るのはマジで楽しいんで、で、ここの旋回がすごいとか、うわぁ、めっちゃ上手くなってるっていうのも、回数したいと思うんで、多分、ボート分かんない人、なかなか分かんないの、どういうのがすごくて、どういうのがすごくないとかっていうことも分かんないと思うんですけど、いや、僕が本当に、うわ今のターンすげーみたいなのがあったら、回数していきたいと思うんで、それも楽しみにしててください。でも、今日の大石の2コーナー、1マークまくって、外側に出ての2コーナーは、めちゃめちゃ上手かったと思います。初動を全速で切ってるんですよね。レバー握ったのは全速で切って、だけど内側からこうスピード持って来られたから落として再打ちに刺すっていう、前走からの再打ちに刺すっていうのは、いや、めちゃめちゃうまかったです。ちょっとリプレイこの辺乗せておきますね。ここの手前でね、全速で切って一回船を向けるんですよ。上も行けるし、落として再打ちも行けるっていう、刺しにも行けるっていう、素晴らしかったと思います。だけどね、1マーク1着でもうまくり切ってほしかったですね。はい、っていう感じで、船券は負けるまで買うっていう感じでいきます。負けたら終わりっていう感じで船券購入していきたいと思います。何連勝できるか、連勝記録を、徐々にね、伸ばしていけるようなチャンネルにしていきたいと思います。あとは、124期応援チャンネル。124期応援チャンネルでいきたいと思います。マジでこの124期の活躍というかね、やっぱ優勝戦とかあったら絶対こう、動画にしてやりたいと思うし、まあ、できる時はなんですけど、応援しながら、熱持って応援しながら、船券を買えるっていうね、一番僕もやってて楽しいんで、124期を中心に船券買ったり、ピックアップしてやっていきたいかなと思います。その中でもね、連勝記録っていうところも、ちゃんと伸ばしていきたいと思いますんで、これからも皆さんよろしくお願いします。まあ、本当に、船券買う動画楽しいし、いいんですけど、皆さんがどういうのを求めてるかっていうところがね、一番大事なんで、ホワイトボードを使っての解説の動画だったり、船券の動画、皆さんどういうのが見たいのかっていうところもコメントしてもらえると嬉しいです。あとこの船券の動画自体の感想もコメントで教えてください。はい、まあそんな感じで今日は終わりだと思います。これからもね、ボートレースの楽しさとか凄さ、選手はすごいっていうのはね、本当やってる人からするとマジでリスペクトなんですよ。いや、やっぱすごいなって思うし、ボートを知れば知るほど面白いって思うのは、本当僕もマジで興味なかったんですよ。ボートレース選手になる時なんてマジで1回しか見たことないぐらい、もう自分で行きたいって思ったこともなかったんですけど、知れば知るほど面白くて、選手のこと知れば知るほどリスペクトできるし、そういうところも伝えていけたらなと思いますので、今後とも皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じ感じで今日の動画を終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ったらバットボタン、チャンネル登録マジでお願いします。皆さんがチャンネル登録してくれて、そして動画見てくださることによって、僕も船券をかける金額が上がっていくと思いますので、皆さんよろしくお願いします。楽しんでもらえる動画、そして有益な動画を作っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。頑張れ124期。